ラドミル・アンティッチは、ユーゴスラビア出身のサッカー選手、サッカー指導者。選手時代よりポジションはディフェンダー。アトレティコ・マドリードの監督としては、1995から96シーズンに、ラリーガとコパデルレーの両方を制し、2冠を達成した。レアル・マドリード、バルセロナ、アトレティコ・マドリードの3クラブの指揮を取った、唯一の監督。現役時代はディフェンダー。 パルチザンベオグラード、フェネルバフチェ SK、レアルサラゴサに所属した。ルートンタウン FC では、ラディのニックネームで知られ、1983年5月のマンチェスターシティ FC 戦で、クラブを降格から救うゴールを決めた。ルートン時代の監督、デイビッド・プリートからは、指導方法について影響を受けた。引退後、サッカー指導者の道へ進み、レアルサラゴサ、 レアル・マドリードなどで指揮を取った。1995から96シーズンはアトレティコ・マドリードで、リーガ・エスパニョーラ、スペイン国王俳優賞による二冠という偉業を成し遂げている。FC ・バルセロナにおいても短期間監督を務め、GK ・ビクトル・バルデス、MF ・アンドレア・スイネス・タラ若手選手に出場機会を与えている。2008年8月19日、セルビア代表監督に就任。 2010フィファワールドカップヨーロッパ予選ではフランス、ルーマニアと同居する組み分けとなったが従来の守備的なチームに攻撃意識を植え付け、規律を設けてチームを結束させ、首位での予選突破を果たした。しかし2010年の本大会では1勝2敗でグループリーグ敗退。また第3戦のオーストラリア戦において主審の判定に抗議したことにより、 国際サッカー連盟から4試合のベンチ入り停止と罰金処分を科された。同年9月から始まった UEFA 欧州選手権2012予選ではスタンドからの指揮となったが、同年9月7日のスロベニア戦を1の1で引き分けると処分期間中の9月15日に監督を解任された。2012年12月、中国長級リーグの三島ロノの監督に就任した。 2015年、中国長級リーグの河北化夏幸福の監督に就任した。監督退任後は、主にスペインで解説者を務めていた。2020年4月7日、スペインマドリードにて71歳で死去した。ありがとうございます。